はい、皆さんこんにちは、タミノスケです。ファーミングシミュレーター19、続きをやっていきましょう。前回は21番の畑ですね、こちらを購入して、すでにこちらの畑もね3回ほど回しております。で、お金の方がね、実は私借金を一部返しまして、一番下を見ればわかるか、こちらですね、ローンの利子の方が、まあ、1235ドルだったのが、一時1544ドルまで行ったんですけども、1081ドルまで減ってるということでね、一部ちょっとローンの方を返済しました。最大で確か51万ドルだったのが今、ね、46万ドルということで、5万ドルほどね、返した状態で、現在20万ドル持っておりますんで、いよいよ第2の家畜、これ買っていきたいと思います。場所はですね、こちらですね、牛小屋のお隣、もうこの辺にね、全部家畜、畜産の畜舎、ちょっと集めてきますんで、じゃあこの、牛の放牧地の隣にあれ建てていきましょう。じゃあこちら、羊の放牧地、台ですね。台と、まあ、小があるんですけど、まあ、小でもいいんですけど、まあ、せっかくなんで、このでかい、こちらをね、立てていきたいと思います。向きはどうしよう、こっちの方がいいかな。このね、なかなかこの地形のこれがシビアなんですよ。で、高さですよね。あんまり変な位置にしちゃうと高さがまちまちになっちゃうんで、これもうちょっと上げた方がいいかな。これだとちょっと高すぎますよね。できれば隣の牛舎と同じくらいの高さ。これ難しいな、これ。これ大体同じ高さじゃないですか。どうなんだろう、これ。これ、ちょっともう、このズームというか、これが難しいんで。これだとちょっともう怒っちゃうかな。まあ、ここでいいか。ちょっとじゃあこれで、もうちょっと寄せれるかな。ここ入りか。で、ちょっとここで、羊の放牧地立ててみたいと思います。せーの、ドン。立ちましたね、これ。羊の放牧地、ここら辺ちょっと斜めってるけどいいかな。これで今羊さんのね、放牧場を立ちましたよ。もうお金がすごいことになってますけど、じゃあちょっと早速ここに羊さんね、呼んでいきましょう。また例によって、ちょっと待ってください。またお金がないんで、まあ、私ね、一回返済しますんで、まあ、銀行さんからちょっとお金を借りるぐらい、まあ、なんてことないんで、ちょっと手持ちでまた5万ドルほど。またローンの金額51万ドルいってますね。じゃあ、これで、羊さんですよ。羊さん、ちょっと、買っていきたいと思います。では、今回も家畜ショーをやってまいりましたので、今回はこちら羊さんですね。羊はどうしようかな。羊、白を3頭、茶色を1頭、白黒1頭、黒1頭、白黒もう1頭。何頭までこれ買えるんだ。羊さんは何頭までいけるんだ。ちょっとマックスまでいっておきますか。あ、白まだいける。あ、いっぱいですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10頭。10頭で15,000ドル、今手持ちが5万ドルありますが、いけますね。では羊さん購入です。さあ、羊さん乗りました。こちらですね。あ、今回も羊さんすごい、なんかすごい置物感があるんだけど。さあ、羊さんが満タンになりましたんで、では、我が農場の方に羊さん運んでいきましょう。では毎度のごとく我が牧場の方にやってまいりましたので、この羊さんを下ろしていきましょう。やっぱりこの辺ちょっと凹凸がありますね。では、おそらくここが羊さんの入る場所ですよね。
ゃあここで羊さんを下ろしましょう。ね、確かこれ家畜トレーラー下ろせるんですよ。こうですね。こういう風に下ろしてやって羊さんを下ろしてせっかくなんでもうちょっとこうリアルに寄せきますか。これをこの入り口までこうギリギリまで持っていくと本当にそれっぽく見えますよね。まあ、ボタンを押すだけなのに押すだけなんですけど。じゃあ早速、羊さんを農場の方にドロップしたいと思います。せーの、ドン、来た。ちょっと見ましょう。これ多分開くんじゃないかな、これ。よいしょ。あ、開いた、開いた。羊さんが逃げないように閉めましょう。よいしょ。開きましたね。いやー、いいですね、羊さん。いやー、顔が黒い。あ、食べてますね。あ、いいですね。和みます。あーすごいすごいお見合い。あーメイメイ言ってるあーすごい食べてる食べてる。じゃあちょっと早速、羊さんにもねお水と餌をちょっとあげましょう。そうですね、芝オーバーロード。あ、すごい行くすごい行くこれせっかくなんでもうちょっとローダーバゴン置いておきますか。ローダーバゴンここ常駐で。これでおそらく羊さんの項目は全部コンプリートしたんじゃないかな。確認しましょう。ではこちらですね、家畜、今までの牛さんにプラスして羊さん。あ、いいですね、生産量 99%、 小屋の状態が清潔さ、水ともに OK ですね。で餌も OK。 あ、羊さんはコストパフォーマンスいいですね。こんな形です。いやー、なんとか私の目標である畜産王になるという目標がこれでちょっと達成しつつありますね。というわけで今回は久々に、農作業関係やらずに畜産関係でねちょっと終わりたいと思います。あ、せっかくなんで、まあ、この今第生だったかなになったんですけど、あれをちょっと最後おまけでやりますか。いよいよあれを導入します。オブジェクトこれですね。その他ようやくですよ、ようやく我が農場に旅の助農場長、ようやく決意しました。ようやくね、我が農場に何が足りないかってこれですよ。これもうペニハーですね。これをどうしよう、この辺に置いときますか。この辺に、多分邪魔なんだよな。せーのドン、来た、来ましたね。ようやくですよ、この農場にこれやってきたの。じゃあ早速ちょっとやってみましょう。これ使ってみましょう。ちょっと待ってくださいね。せっかくなんでこの辺のアタッチメントをちょっと運んで、もうこの辺ねすごい汚いんで、こういったのをちょっと 中心部にちょっとホースの届くところまでこう持ってきて、これ置いて、で一番汚いのが私ベーラーだと思ってるんで、このベーラー確かもう第1話から買ってずーっとそのままね洗わずに、で今私のマップで1回も雨降ってないんで全く洗浄されないんですよ、この辺が。じゃ早速これ使っていきましょう。こちらですよ。これちょっとメーカー名言うとまずいかな。ちょっと高圧洗浄機です。じゃこれ早速、この私の動画で初めての高圧洗浄機使っていきたいと思います。で行きますよ。きたーこうやっぱね、こう炭の方、このね、このタイヤの裏とかすごい気になるんで、こういうのやっぱちょっとこうやっていきたいですね。このタイヤのね、まあ特に意味ないんですけど、このゲームだと単純に当てる時間で洗浄度合い変わってくるんで、ここまでやる必要ないんですけど、あ、なんかすごい、あ、綺麗になってきた。なんかすごい新車みたいになってきたぞ。あ、すごいなんか新車みたい。これ。あ、持ってない、ここ大丈夫。
あ、これあ、どうですか、どうですか、お客さん。いやー、綺麗だった。すごい新車みたい。ちょっと乗ってみようか。見てください、これ。なぜか外洗ったのに車内まで気になってしまうという、この仕様。いや、すごい、新車みたい。いや、新車じゃないですか、これ。すごい、買ったばっかみたい。いやー、綺麗だったな、綺麗だった。いや、いいですね、これ。いやいやいや、綺麗になった、綺麗になった。じゃあ同じようにこのアタッチメントもね、綺麗にしていきましょう。あ、やっぱりこういう風に直接的にこう土に入るやつってすごい汚くなっちゃうんで、やっぱこう気になりますよね。気になる人はちょっと気になっちゃう。ああ、これ以上フォースがあるとこれ以上動きません。やっぱこの辺が限界か。こう 上なんか登ったりしてね、こうこれ種入っちゃうよな、種の中に。いや、なんかすごい、なんか光沢が出てきた、光沢が出てきた。あー、やばいやばい、なんかすごい綺麗。あー、なんかほんともう 新品同然。あー、綺麗になった、綺麗になった。あー、これいいですね。じゃあこれですよ、このベーラー。もう元何色よって感じで。じゃあこれもちょっと綺麗にしてみますよ。あー、すごいすごいすごい、綺麗になってる、綺麗になってる。あー、すごい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 、さっきの色がちょっと信じられないぐらいの。これはもともとこういう色なのかな。あー、すごい、なんか全然違う色になってきた。あ、光沢が出てきましたね、これ。いやー、新品同然の色になったじゃないですか。せっかくなんでこっちも届くかな。あー、ちょっとホースが届かない。ちょっとじゃあちょっと思い出しましょう。すぐ作っちゃうんですよ。すごい使用頻度が高いんで。わ、汚ねえなこれ。洗いましょう、洗いましょう。せっかく買った200馬力のトラクター、もう私の手にかかればこんなもんこう簡単に落ちますよ。あのタイヤがすごい綺麗なんだけど。これ水の当たってる時間によってエフェクトが変わってくるんで、ほとんど洗ってなくても綺麗になってくるんですよね。いや、なんか光沢できた。あ、すごい、新車みたい、買った時みたいになってきた。あー、すごいすごい、綺麗綺麗綺麗。あー、すごい綺麗だ。せっかくね、この前のこの、重りもウェイトもちょっと洗ってみましょう。なんかウェイトはあんまり綺麗になんねえな。下の方が綺麗になんねえな、これ。なんだろうこれ、ウェイト綺麗になんねえぞこれ。下錆びてますねこれ。これあれかな、経年劣化によるものかなこれ。これ下もあるんですね。なんかロボットというか塗装が剥げてる感じですね、これ。こっち側、ジョンディアのトラクター、これも洗っておきましょう。これもね、買ってから洗ってないんで。あー、なんかタイヤがすごい綺麗だな。あ、これ多分エンジンとか本当にこうかけちゃいけないんだけど。あー、すごいすごい、綺麗になってきた。すごいすごいすごい、綺麗綺麗。じゃあ最後これコンバイン洗っておきましょう。まずカッターの部分、カッターを洗って、じゃあ次に本体洗っていきましょう。すごい雑な洗い方。こんなやつ普通落ちねえよってことですけど、まあ、ゲームなんでね、この辺、その辺は。またこういうね、あの間とかをやりたいんですけど。あー、でもなんか綺麗になってきた。あー、なんかすごいすごい新車みたい。上は登れないんだ。綺麗になりましたね。別の農場みたい。というわけで今回はですね、羊を飼うなど、念願の高圧洗浄機ですね。これちょっとサムネにしようかな。こうやってモザイクをこの辺に入れて。それでは、今回動画この辺で終わりたいと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。